今日はステーキにイクラとわさびクリームをトッピングした料理作っていきます。まずは牛赤身ステーキ肉に塩コショウをしてあります。ジップロップに赤ワイン、醤油、蜂蜜を入れてよく混ぜて、そこにステーキ肉をつけておきます。この状態で30分ぐらいつけておきます。はい、フライパンにオイルを入れて熱く熱して牛肉を取り出して汁気をよく切って焼いていきます。さっぱりした赤身の肉にイクラと、今日はマスカルポーネチーズ使っておりますが、このイクラとチーズのコクで赤ワインが進む一品です。はい、中は赤く仕上げたいので2分ずつぐらい両面焼いたらアルミホイルに包んでいきます。アルミホイルに包むことで肉汁が落ち着いていきますので、少し必ず休ませてください。はい、一旦アルミに取り出して、はい、そのフライパンで先ほどのつけ汁を煮詰めていきます。はい、煮詰めてる間にわさびクリーム作っていきます。ちょうど冷蔵庫にマスカルポーネが残っていたので、今日はマスカルポーネを使っていきたいと思います。生クリームを少し入れて伸ばしていきます。塩も少々。塩わさび結構たっぷりめに入れていきます。よく混ぜて、わさびクリームの完成です。煮詰まりましたらステーキ肉にかけて、アルミでほんのりと包んで30分ぐらい放置しておきます。はい、30分して落ち着いたところに
ステーキ肉薄くスライスしていきます。お皿に重ならないように並べて、先ほどのわさびクリームを乗せていきます。これはイクラ、醤油漬けのイクラ、近所の魚政さん、毎週お世話になっております魚政さんの自家製の醤油漬けのイクラです。はい、お肉の上にクリームをのせていって、イクラの醤油漬け、水気をちょっと取って上に乗せていきます。はい、最後にディルを上から散らして完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価